こんにちは、いちごタルトです。今日は宝くじが当たる神社シリーズ第2弾ということで、特にシリーズものではなかったんですけど、もともとちょっとタルト宝くじ当てたいっていう、全国の宝くじが当たる神社にお参りしたいっていうのがあって、で、以前、鳥取県に行った時に宝くじが当たるっていう、それはそこは、金持ちって書いて貨物神社というの神社だったんですけど、その時はね、その後買ったスクラッチも当たんなかったし、まだ当たってないんですけど、今回は佐賀県に来てて、佐賀県にも宝くじが当たる神社があるということで、今日は宝が当たる神社と書いて宝当神社っていう神社に行きたいと思います。ちょっとそこは島になっているので、今から船に乗って行ってきます。ちょっと今は唐津城が目の前に見えている駐車場にいます。めちゃくちゃ綺麗な駐車場なんですけど、ここから橋を渡って向こう対岸のところに乗り場があるので向かっていこうと思います。お城の反対側にある橋を渡ってきます。城内橋かな。渡って川を越えます。あ、多分あの船だ、乗るの。島はどこ？あれかな、こっから船で10分ぐらいみたいです。結構近い。こっからの唐津城が看板といい感じだ。しかも船の料金安くて、片道200円ちょっとです。乗ってきます。この猫の足跡が続いてるみたいで、これをたどっていきたいと思います。宝蔵神社徒歩1分。お土産屋さんとかもあって、あの宝の袋なんていうのとかが売ってたり、あとお願いポーズをしてくれる猫ちゃんもいるみたいなので、見れたらいいなと思います。すごい、めっちゃのどか。結構300人ぐらい島民の方もいるってネットに書いてありました。今到着して、何時の時、2時10分発で2時20分ちょっと過ぎなんですけど、次のあの定期船が3時に出ちゃうので、30分ちょっとで回りたいと思います。あの海上タクシー、水上タクシーもあるみたいなんですけど、一人だからちょっとあれかなと、申し訳ないので、乗れるように頑張って巡ります。臨時休業だ。あ、でもあ、猫ちゃんいる。ここかな。あ、見てみよう。猫ちゃんがこうやってやってた。こっちにもあるみたいなので、ちょっと見に行ってみます。時間はないけど、ちょっと歩いてみたい。なんかすごいお家の中通ってるけど、お店あるんかな。船降りた時、右から回る感じと左から回る感じがあって、あ、ここか。おお、やってるかな。宝くじ、今春のなんか宝くじがあって、でこれが前後賞が2000万円当たるやつがあったんで、2000万円を当てたいのでそれにしたのと、あとあのなんだ、宝くじを入れる袋も買ったので、ちょっと宝当神社でここになんか運気を貯めて、あのお参りしたいと思います。こっちにも足跡があるから、た
辿っていきます。袋はこれにしました。いろいろもっと高いやつとかいっぱいあったけど、この赤のが縁起良さそうなので。着いた。ちょうど真ん中ぐらいにあるのかな。あ、ちょっと後で来ます。その前に塩屋神社っていうこの島の氏神様が祀られてる神社があるので、そっちに行ってから宝塔神社に行くと言いそうなんで、そこに行きます。で、宝塔神社お参りした後も裏参道に祀られてる方の祠があるみたいで、そこも行きたいと思います。本当に足跡がついてるから分かりやすいけど、あのお店以外猫ちゃん全然いないや。餌がもらえるから、お願いポーズするといっぱい猫ちゃんいた。めっちゃ看板出てるから分かりやすい。運気アップ運試しってなんだ。あ、あそこだ。ちょっと上だ。人もいる。あとお山もすごい綺麗。そんな広くない。一周しても1時間かからんぐらいらしいんですけど、結構すごい広い感じする。風が強い。もう本当に最近風女になりつつあります。ちょっとだけ坂登ってます。で、鳥が見えました。本当にすぐ、ちょっとだけ。塩屋神社よいしょ。失礼します。時間大丈夫かな。のんびり歩いとる。さっきもあったんですけど、この柵がある。害虫がいるのかな。あの上にも鳥見えるんだけど、こっちみたいです。すごい年季が。しかもちょっと低い。鳥居が、高さが。雰囲気がいい。これ手伸ばしてこれで届くぐらいのタルトサイズの鳥居です。お参りします。氏神様にお参りできました。ここからも5分ぐらいのところで、あと20分ぐらいだから行けると思うけど、裏参道がどれぐらいの距離か分かんないけど、宝塔神社に次は行きます。生き物見た。この運気アップ運試しってどういうことなんだろう。宝くじ買って当たるか運試ししてねっていうことなのかな。よし、戻ってきた。お参りします。人を守りヒットします。これみんなにいいな。お土産で買ってこうかな。お参りしてきました。間に合うかな。裏参道行きます。あった、すぐ近くだ。あと10分しかないから申し訳ないけど急いでお願いして帰ります。ちょっと急いだから急に船に着いたんですけど、なんだっけ、お守りもちゃんと買いました。また戻ります。はい、ということで宝くじが当たる
宝塔神社があるという島に行ってきました。あのお参りした方がいいって言われてるところは一応ギリギリ全部回れて 3,40 分で回って、ちょっとまあ、タルトがのんびりなのであれなんですけど、ちょうどぴったりぐらいに回れたのでよかったです。宝くじ当たりますようにって、ちょっとあの何中とか映せなかったんですけど、あの島自体もあのなんかそんなに平日だからかもあって人がいなくて、すごいのどかな感じでした。なんかすごい なんだろうなんかすごいのどかな感じでした。本当に宝くじがこれで当たると嬉しいんですけど、買った宝くじ当たるようにちょっと当選日まで待ちたいと思います。あと人お守りという人で必ず当たる宝くじとかも当たるし、あとヒットということで、タルトはあのアイドル活動もしてるのでメンバーの分を買ってちょっとみんなにあげたいと思います。ヒットするようにっていう感じで、ということで皆さんも気になった方はぜひ来て宝くじ当たりますようにってお願いしてみてください。当たったら報告してください。ということで以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれてありがタルト。